Ladies and gentlemen, I'm certain you're all tired of waiting. At this time, we present a lullaby Nana Wake Two Times, are made by means of colored curtain statue. Before a screen, we help you. We think that we had better not see you smoking in the screen. We spare a with watching the alarm, etc., as it rests with much trouble to other people. The screen time will be 12 minutes, bad and certain. Then, please appreciate slowly sit at the screen.時々だけ高いじゃないですかね。はい。そういうことだね。目的のこの醸造部とか、そういうサイドも問題ないわけですか。そうだね。そっちの方の問題。こういうことしかできないんで、旅客サイドです。これまで。おい、待てよ、デッカねえぜ、やいやいやい、デッパー、チビー、よくも俺たちから逃げようなんてなめたまねしてくれたよな。おい、制裁を加えてやれ。ふりふり、この野郎、死ねえ。Thank you.
この超特急がそれです。技術にかけては世界一の、私たちの日本が開発した世界一速い列車であります。その巨体は開通の日を今や遅しとこうして待っております。走るな、危ないぞ、走るんじゃない。ボク、大丈夫？だから言ったろ。1937年4月13日、桐生市中町に生まれた。父は戦死、祖父は戦時中メチルを飲んで目をつぶし、その後脳一血を併発して死亡。母と祖母の3人で暮らしていたが、母が倒れて入院してからは親戚の家へ引き取られることになる。この頃出っ歯を笑う者は一人もいなかった。桐生市は群馬県南東部にある段丘状の企業として織物と絹の市場として発達した。朝夕には霧が発生し、戦時中も空襲を免れた家並みは未だに昔ながらの風景をとどめている。出っ歯は親戚の家へ引き取られる前日、黒砂糖を食べながら染色工場の煙突を眺め続けていたことを今でもはっきりと覚えていた。出っ歯の引き取られていった叔父の家には同年代の子供があり、出っ歯はここでも孤独だった。安らぎの巡らなくしてあってない旅に一人立てたとって誰が目を抱いてくれようか。歌ってみようか、二度と目
ざめの子守歌。学校へ戻れ。あれでも子供なのか。昼でも暗いジメジメしたところにうずくまっている。デッパは毎日一人で遊んだ。毎日新しい遊び場所を探しては一人で見知らぬ町をさまよった。誰も知っている者のいないよその町で一人でいる時がデッパには一番心が休まる時であった。今あの三人組が自分をいじめるために探し回っているところを想像する時、デッパはわずかに優越感を感じた。こうしてデッパは何時間も見知らぬ町の流れを見つめながら時を過ごした。待ってたんだよ。こいつ俺たちからこそこそ逃げ回りやがって。なんだこれ、よこせ。あ、ふん、
出っ歯のくせに。いいか、お前は普通の人間じゃないんだ。化け物なんだ。このチビ出っ歯。へえ、こいつ泣いてるぜ。出っ歯がよ。これからはあまり舐めた真似すると承知ねえぞ、化け物が。いよいよこの列車が動き出す日がやってまいりました。本日は政界財界の人をはじめ各大使各界有名人等が試乗することになっております。さあいよいよ発車です。乗り込んでくれた。今日という今日は容赦しないぞ。思い知れ。どうだ、これでもか。こいつの母ちゃんもやっぱり出っ歯なんだぜ。明日みんなにバラすべ。んだ、怒ったのか。いくら怒ったってお前なんかちっとも怖くないぞ。
行くべ。へえ、化け物が。うわあ！やだ、やだ！助けてくれ！日本の民衆の不正共同生命への光として。